皆さんこんにちは。船橋紅葉チャンネルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は前回のリハビリ室の紹介動画に続いて実際に練習方法を紹介していきたいと思います。今回は歩行練習について紹介していきたいと思います。それでは実際にやっていきたいと思います。こちらの平行棒では主にですね、鏡を使って姿勢の修正をしたりですね、実際に歩き方の指導をですね、こういうステップをしながらリハビリ職が実際に誘導したりして指導するのに使っています。こちらの平行棒は高さ調整が楽にできますので、利用者さんが自分の杖の高さとかに合わせてですね、自主トレーニングで主に使っております。自主トレーニングをする際にですね、こちらの見本ですね、歩き方の見本を見ながら、例えば継ぎ足歩行でしたらこの赤線の上をですね歩いていくっていうのを利用者さんが自分で自主トレーニングとして行っております。次は横歩きになります。横歩きもこの見本を見ながらですね、しっかり姿勢を正しながら歩いていきます。最後にこの赤線に沿って自主歩行ですね、それぞれ利用者さんに合った周数ですね、3周だったり5周だったり目標を決めてこのように歩いてもらってます。皆さんいかがでしたでしょうか。以上で歩行練習の方法の動画を終わりたいと思います。次回は自主トレーニングについて撮っていけたらなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。船橋紅葉チャンネル、チャンネル登録と高評価の方もぜひよろしくお願いします。